陛下、ご即位おめでとうございます。ふん、陛下などと改まる必要はない。はあ、中達よ、お前に問う。なぜ父は宋孟徳は義王であった。望めば禅譲などたやすかったであろう。曹操殿の主眼は知性の回復にありました。そのためには官室の誤字と復権こそ最も効果的な手段とお考えになったのでしょう。ふん、一度は腐りかけたものであってもか。未知の可能性より見知った安らぎを求める。人心とはそのようなものでありましょう。いい問答だった中達よ。おかげで己の進む道を改めて確信できた。私は何者をも仰ぎ見ず、何者をもいただかず、この手で天下を新たにしてみせる。葬儀の波動はここから真に始まるのだ。諸軍は医療で大敗し、劉備は白帝城にて没したとのことです。今この機に乗じ、五方面から軍を動かし諸を滅ぼすべきでしょう。五方面とは、なんと壮大な計画だ。また諸との対決にあたり、洛陽への戦闘を進言いたします。連絡、兵探など軍政の上でも有効でありましょう。よかろう。諸討伐の対抗も戦闘の剣も中達に一任する。御意にございます。諸君らは外邸へと向かい、次の指示を待つのだ。諸討伐も戦闘も理にはかなっていよう。だがなぜ陛下は芝居殿の言ばかり。このままでは葬儀は芝居殿に牛耳られてしまうのではないか。これより職を討伐する。中達、状況と策を述べよ。はっ。劉備死後、職の国政は諸葛亮が担っております。その諸葛亮が病に伏しているとの情報が入りました。しかも劉備の後を継いだ劉禅には人望がなく、
諸君の人心には不安が広がっているとのことです。つまりは諸君の内情は危機的状況にあります。この機に我らは呉方面より諸君に攻め入り、これを打ち滅ぼす。それがこの戦の大功です。軍の第一は陛下率いる主軍、第二は南中の猛閣、第三は強族、第四は上陽の猛達、そして第五に孫悟の軍。芝居殿、呉の孫権は本当に動くのでしょうか。蜀が滅びれば次は自分たちと警戒するのでは。その通りだ閣は。ゆえにこの蜀討伐は同時に孫悟の出方を図る好機でもあるのだ。我らの要請にどう応えるか、孫悟の真意をじっくり見定めるとしよう。おお、さすが芝居殿、そこまでお考えとは。では早速私は出陣準備を整えてまいります。これで諸君が滅べば芝居の権限はますます強くなるな。我らの立場もいよいよ危うくなろう。なんとかならんのか。何、簡単なこと。病などを理由に兵を出さねばよいのです。全てが思う通りにはならぬと奴に教えましょう。劉備なき今こそ蜀を滅ぼす好機。忠達、お前の知略を示すがいい。なぜだ。いい加減医者は、目指すは成功。五方面から包囲し一息に畳みかけます。から見物させてもらおう。宗妃様が義弟に即位された。その裏にはあなたの尽力があったとか。あなたなら義の天下を実現してくださる。私たちも全力でお支えします。新たなる帝のもと義は安定しております。内憂を片付けた甲斐がありましたね。おかげで外にのみ目を向けられる。今はただ蜀を滅することだけを考えよう。蜀私が守る。それ父上より受け継いだ志だから。そう簡単には抜かせてもらえないか。こちらも引くわけにはいかないんだ。番長殿、ご無事か。女性捕まつる。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな私についてきてくれ。希望よ、光よ、義軍を通しちまうなんて。すまない、みんな。
なるほどね。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。この手薄になっている夜、守っておくべきだと思う。父上の志を果たせなかった私が未熟なばかりに。この勝利の先に平和があると信じます。感服つかまつった。これぞ武の神髄。討ち取りました。すごいな、さすがだ。俺たちであそこをもらっちゃうよ。
てるわけにはいかない。生きて支えねば。なぜお前は私の手をすり抜ける。この悪夢は永久に続くというの。討ち取りました。この勝利の先には平和があると信じます。お前は魏軍の使いか。わざわざこんなところまで何の用だ。援軍を出せと。協力してやってもよいが、ただでは。これだけの緊迫をよこすとは、さすが義弟は気前がよい。直ちに出陣しよう。旋律を奏でられたようですね。なんですか。ご覧の通り具合が悪くて、この体調では出陣などとても。薬ですか。それはありがたい。目の前で飲めとは一体何のために。もしやこれは毒薬か。仮病を使うような不忠者はいらぬと。いや急に調子が良くなりました。もうこんな薬はいりませんな。この申し家、義軍のため出陣いたしましょう。旋律を奏でられたようですね。皆の手本となるお働き、素晴らしゅうございますね。
地は私が制しました。木につくのが最善だとわからぬ。ユーミドの亡き今、諸君に未来はないぞ。それでもリュービドの絵の恩義は消えぬ。この旅騎兵がいる限り反乱は許さんぞ。恩義を大切にするのはいいことだ。未来は照らしましょう。それは時と場合によると思う。止められなかった。諸君、どうなってしまうのだ。獣物に敗れるとは無念。ユリドも申し訳ありませぬ。無事落ち合えてよかった。さあ、何十を我らの味方につけましょう。終わりです。この勝利の先に平和があると信じます。皆の手本となるお働き、素晴らしゅうございますね。核を先導せよとの命でしたな。用意は万端整っておりますぞ。早速県令へ向かいましょう。護衛をお願いできますかな。起源、誰かを助けよう。別れの歌を紡ぎましょう。さようなら。終わりです。素晴らしいご活躍、お見事です。ワディ負けた。ジョーク危ない。照らしましょう。悔しい。悪くなってきて打ち取りました。大王、諸君は間もなく南中を攻めてきます。その前に義と協力して倒すべきでは。諸君の奴らは南中を狙ってやがったか。許せねえ、叩き潰してやら。その息だよ、あんた。私たちの家族を守らないとね。you
ご無礼ながらお願いしたい儀がございます。お手数を。うまく旋律を奏でられたようですね。すげえな、おめえ見どころがあるぜ。南中より猛角の軍が生徒に到着しました。職に攻められるという技法を信じたか。予定通りにことが運んだな。お願いした。それは南中を動かしたぐらいでいい気になるなよ。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取りました。皆の手本となるお働き素晴らしゅうございますね。希望の光を。どうか引いてほしい。それがきっとあなたたちのためでもある。伝令、強族が生徒に到着。職軍と混戦を開始したとのこと。第三の策はなったか。職はまた一歩滅びに近づいたな。運のいいやつめ。
て。凶族が御しやすかっただけのことではないか。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よっしゃ、わしに続け。敵の門残らず食らい尽くすぞ。という武勇。敵将、討ち取りました。すげえな、おめえ見どころがあるぜ。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。いいね、もっとやってやんな。よし、直ちに守備配置につけ、したら戦闘に備えるのだ。すごいな、さすがだ。私が追い返せればよかったな。いや、こうなってしまったのか。無能な者どもに手を焼かされはしたが、諸葛亮のおらぬ職軍など他愛もない。貴様が劉備の息子か。義弟自らここまで来られるとはさぞ大変だっただろう。諸葛亮が一言ねぎらいたいと、どうか聞いてやってほしい。何、諸葛亮だと、病ではなかったのか。我らは決して葬儀に下りません。決戦を望まれるのであれば受けて立ちましょう。その時はどうか背後にご用心。では戦場でお会いいたしましょう。背後、諸葛亮め、もしや奴も後に手回しを。我らは今全軍で諸を攻めています。後に背後をつかれては防ぐ術はござらぬ。これも生徒に到達するのが遅れたせいか。申し訳ございません、陛下。中達よ、お前の責任ではない。全員がお前の命令を忠実に実行すれば、今頃職は滅んでいただろう。うちに憂いを抱えるのは職だけではない。私もお前も手を焼くな。はあ、まあいい。職を滅ぼすことはできなかったが、孫悟の真意を知ることはできた。全軍出立の準備だ。急ぎ都に戻るぞ。この命を破棄されるのですか。当然だ。関を打つという共通の目的を果たした今、すでに呉は我らを攻める算段を立てているだろう。確かに呉は再び職と命を結んだ。いずれ両面からこちらを攻める可能性は高いでしょう。
それとて我らという共通の敵がある間だけであろう。つまり命など一時の方便に過ぎんということだ。その方便で他者が己を裏切る前にこちらから相手を切るということですな。違うな、中達よ。そもそも判断とはただ理に照らすべきもの。そこにさまつな情を交えるゆえ裏切る裏切られるなどと考えるのだ。慶願感服いたしました。もはや何者と命を結ぶこともない。乱世を終えるため呉も蜀も徹底的に叩くぞ。